一人でできるサンスクリット文法入門編23。低能法、クシーラン、ピバタ。この動画では、主に菅沼明先生が書かれた3冊の本を使って勉強します。今後、該当ページをお知らせする際には、新サンスクリットの基礎についてはそれぞれ、上巻、下巻、新サンスクリットの実践については、実践と省略させていただきます。サンスクリット文読解の順序に従ってノート作りをしていきましょう。では実際に1番から順にノートに書いてみましょう。原点をデーバナガリ文字で書き写します。上巻14ページセクション1の2、音の分類および巻末の符号1、デーバナーガリーの処方例を参考にして、デーバナーガリー文字を覚えましょう。次に、デーバナーガリー文字をローマ字に書き直します。デーバナーガリー文字の読み書き練習ができるワークブックを Amazon にて好評発売中です。ご購入は概要欄のリンクからどうぞ。ローマ字を連上前の形にしましょう。はじめに、低能法クシーラムの連上を見ていきます。上巻57ページ、セクション8の6、括弧1、丸1を参照してください。ヴィサルガタス、K は無変化です。ヴィサルガタス、子音なので文書します。次に、クシーラム、ピバタ、の連上を見ていきます。上巻57ページセクション8の5を参照してください。前の語の語末が M で、次に続く語の語頭が子音の場合、前の語の語末の M が通常アヌスヴァーラになります。アヌスヴァーラ足す子音なので文書します。ここで読解ノートを確認しましょう。皆さんのノートもこのように書けていますか？テーヌを辞書で調べましょう。アプテ・ザ・プラクティカル・サンスクリット・イングリッシュ・ディクショナリー601ページを参照してください。見出し語の次に F と書かれているのは女性名詞を表します。5番の品詞に女性名詞と書きます。見出し語は単数主格の形ですので、ヴィサルガを除いたテーヌが語幹です。4番の語根、語幹にテーヌと書きます。語義は文脈に合わせて選択します。ここでは名詞と書きます。辞書の引き方は下巻641ページを参照してください。低能法の数、括弧を文法書で調べましょう。上巻95ページ、セクション17-1、括弧3、テーヌの表を見てください。文法書では同じ品詞、語幹の表を参考にします。ここでは、右語幹、女性名詞のテーヌ、女性名詞、名詞の表を使います。今回は探したい単語と表の単語が同じなので見つけやすいですね。低能法はこちらにあります。7番の正数角では正を省略し、単数、重角、俗角と書きます。クシーラを辞書で調べましょう。アプテ・ザ・プラクティカル・サンスクリット・イングリッシュ・ディクショナリー437ページを参照してください。見出し語にクシーラ派、ラム・ダ・ルーチのラムはクシーラムの略です。アプテでは母音語幹の多くの名詞の姓は単数主格の形で載っていますので、ここでは男性名詞と中性名詞どちらもあることを意味します。5番の品詞に男性名詞、中性名詞と書きます。4番の語根、語幹にヴィサルガ、アヌスヴァーラを除いてクシーラと書きます。
語義は文脈に合わせて選択します。ここでは父と書きます。クシーラムの数、角を文法書で調べましょう。上巻82ページ、セクション14、括弧1、令和の表、および上巻83ページ、セクション14、括弧2、バナの表を見てください。文法書では同じ品詞、語幹の表を参考にします。クシーラは男性名詞と中性名詞2つの性がありましたので、ここでは、アゴ間、男性名詞、デーバ、神、天、および、アゴ間、中性名詞、バナ、森、両方の表を使います。クシーラムと同じ変化をしているのは、男性名詞では、デーバム、中性名詞では、バナムです。7番の整数角では、性を省略し、単数、主角、体格と書きます。ピバタの時制、人称、数、体を文法書で調べましょう。下巻276ページ、セクション57-6、語根の音を重複する動詞、括弧1、第一類動詞、括弧語根を参照してください。セクション57に出てくる動詞は、特殊な現在語感を形成するものですので、すべて覚えましょう。ピバが現在語感で、タが認証語尾です。ピバの語根は、パー、第一類パラスマイパダで、語義は主に、ノムです。定動詞を辞書で調べるときは語根で探します。動詞の活用がわからないと辞書が引けませんので、必ず覚えてください。パーの品詞語義を辞書で調べましょう。アプテ・ザ・プラクティカル・サンスクリット・イングリッシュ・ディクショナリー689ページを参照してください。見出し語の次にローマ数字で1と書かれているのは、同じ語根で語義や品詞が多数あることを表します。次に 1P と書かれているのは、現在語感の作り方、第1類のパラスマイパダを表します。5番の品詞に第1類パラスマイパダと書きます。次の括弧内最初に書かれているピバティは現在三人称単数パラスマイパダの形です。認証語尾のティを除いたピバが現在語幹です。語義は文脈に合わせて選択してください。ここでは飲むと書きます。ピバタの時制、人称、数体を文法書で調べましょう。下巻266ページ、セクション53-1、第一次語尾と第二次語尾の表を見てください。現在語幹に第一次語尾が続く場合は現在形を表します。定動詞の場合、7番には時制、人称、数体を書きます。認証語尾の他は第一次語尾の表にありますので、現在形だとわかります。7番の時制認証数体に、現在形、二人称、複数、パラスマイパダと書きます。ここで読解ノートを確認しましょう。皆さんのノートもこのように書けていますか？シンタクス文章論1、述語。実践256ページ、セクション133-2、述語を参照してください。文において主語について何かを述べる部分を述部、あるいは述語と言い、述部の中心となるのは述述動詞であるとありますので、ピバタのシンタクスに述語と書きます。シンタクス文章論2、体格の用法。実践82ページ、セクション123、体格の用法、及び上巻77ページ、セクション12-3、括弧に、体格を参照してください。体格は動作の対象を示し、動詞の目的語、何々を、
何々に、方向、時間の継続などを表します。ここでは、主格よりも対角で読む方が適切なので、主格を取り消し線で消します。シンタクス文章論3、属格の用法。実践167ページ、セクション127、属格の用法、および、上巻78ページ、セクション12-3、括弧6、属格を参照してください。属格は、所属、所有、および動作種を表します。ここでは、重格よりも属格で読む方が適切なので、重格を取り消し線で消します。シンタクス文章論4、主語が省かれる場合、実践253ページ、セクション133-1、括弧2、主語が省かれる場合を参照してください。認証代名詞が主語となる場合、動詞の語尾変化、活用そのものが主語の認証、数を明示していますので、認証代名詞は省かれることも多くあります。日本語訳、シンタクス文章論に従って日本語訳にすると、あなたたちは雌牛のお乳を飲みます、となります。これで読解ノートが完成しました。皆さんもこのように書けましたか？宿題です。お時間がある方はできるところまでノート作りをしてみてください。次回の動画で答え合わせをします。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画についてのご意見、ご感想、ご質問などがございましたら、コメント欄にお願いします。すべてに目を通し、今後の動画作りの参考にさせていただきます。この動画がいいねと思ったら、チャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。